第1次のキャンプを行っています。およそ3週間後に迫った開幕戦に向け調整に励むズエゲンのキャンプ報告です。2月15日から始まった淡路島キャンプ、新加入選手も参加し実践的なチーム作りが始まりました。県内では悪天候のため屋外での練習が思うようにできなかったズエゲン金沢、キャンプでは外でしかできない連携プレーの確認に重点を置いています。焦ってもいませんし、一つずつ積み重ねて、はい、午前中練習して午後からゲームという形で、はい、良くなってきていると思っています。新しいメンバーもこの合宿中キャンプ中も入ってきてますので、チーム戦術をしっかりこう、一通りこう浸透させたいなと思っています。主力の久保も走り込みのほかチームに溶け込もうと積極的に取り組んでいます。柏レイソルから移籍した山根は頼れる兄貴分的な存在でチームを引っ張ります。やっぱりキャンプっていうのは日頃話せないこと話せるようになるし、やっぱりみんなで同じご飯食って仲良くなるっていうのがいいんじゃないですかね。そんなもんでチームは毎日組み込まれている練習試合を通して選手のポジションやさまざまなフォーメーションを試しています。この日は2トップのフォワードに久保と田中達也を置き、トップの下には契約を交わしたばかりの韓国出身のミッドフィルダーユン・ジョンピンを起用しました。試合は格下のチームに押され気味でしたが、ユンの突破で得たペナルティーキックを久保がきっちりと決めて、敗れはしたものの収穫のある試合でした。達也もやればやるほど良くなってくるでしょうし、はい、ユンがみんなとこうやっていけんだなということを分かったと思いますし、自分も分かりましたし、メンバーもよく分かったと思いますね。彼の実力も分かってくれて、もう途中からは本当にもうみんながユンユンってなりましたし、彼にボールが集まっていくようになりましたし。淡路島のキャンプは明日までで、3月には静岡で第2次のキャンプを行い、14日の開幕に備えます。さて、受験生にとっては今が勝負。